イエーイ。大丈夫かい？僕が助けに行くぞ。大きなクレーン車がやってきたぞ。イヤホー。すごい勢いでマックがやってきたぞ。扉を開けると働く車たちがたくさん入ってるぞ。かっこいいな。左上にはパトカーさん、後ろにはポリスって書いてあるよ。パトカーは悪い人や困ってる人がいないか普段から街をパトロールしてるよ。いやっほー。あ、スピード違反だ。捕まえなきゃ。応援のパトカーやシェリフもやってきたぞ。もう逃げられないぞ。イエー、ごめんなさい。その下には消防士さんが入ってたよ。ここには消防庁って書いてあるね。大変じゃー。わしの家で火事じゃー。僕の出番だ。消防車が助けに来たぞ。消防車はいろんな形のがあって大きいのもいるよ。それよし、どんどん水をかけて火を消すんだ。あら、トッパーの発表に当たっちゃったぞ。うわぁ、いけいけ。よし、火が消えたぞ。わぁ、ありがとう。この下にはこれはブルドーザーだね。ここには小松って書いてあるよ。ここにはダンプトラックが入ってるよ。ここが上に上がるんだよ。そしてここには解体機が入ってるよ。かっこいいな。今度は僕たち工事現場で働く車だ。ヤッホー。工事現場で働く車たちはみんなすごく力持ちなんだ。ブルドーザーはすごい力で土や岩をならすことができるよ。どんな問題？ダンプトラックはたくさん積んだ岩や土を運ぶよ。ダンプトラックの下にはトミカ交通のタクシーが入ってるよ。僕はお客さんを乗せて走るよ。あ、お客さんがいるぞ。いやー、助かったよ。よし、出発だ。タクシーの下には救急車も入ってるよ。いてててて、てなんだか今日はお腹が痛いな。よし、それじゃあ僕が病院まで乗せていくよ。ほんとかい？よし、出発だ。そしてお次は解体機の下にじゃーん、ゴミ収集車だね。ゴミ収集車は街中のゴミを拾って街をきれいにしているんだ。ヤッホー。で、今度はパワーショベルの右側だよ。パワーショベルの右側にはトミカ丸って書いてあるお魚屋さんがいるよ。ここからお魚さんが見えるんだ。へいお待ち。今日も新鮮なお魚がいっぱいだ。そしてお魚屋さんの下には観光バスがいるよ。黄色い観光バス、上から見るとわあ、たくさん人が入りそうだね。人をたくさん乗せて観光バスは走るよ。僕はたくさんの人を乗せて走るよ。今日はたくさんの働く車を紹介したよ。みんなはどんな働く車が好きだったかな。さて、出発だ。って、なんだここは。わあ、助けて。わあ、消防車くん、大丈夫かい。今助けに行くよ。それ、あー、わあ、大丈夫か。わあ、いやー、わあ、メーターまで。このままじゃまずいぞ。誰か助け呼びに行かなきゃ。誰か、誰かいないのか。道路と違って岩がたくさんあって走りにくいな。あ、大きいキャリアカーやゴミ収集車くんがいたよ。やあ、マックイーン、どうしたんだ、そんな慌てて。何かあったのかい。よし、みんなを助けに行くぞ。みんな大丈夫かな。うわぁ、とっても走りにくいぞ。えっほ、えっほ、えっほ、みんな待ってくれ。あ、あそこにいるぞ。大丈夫か。よいしょ、よいしょ。よし、僕の上に乗るんだ。よし、ふぅ、ありがとう、助かったよ。よし、しっかり捕まっておいてね。今度はキャリアカーもやってきたよ。よし、
他のみんなはこのキャリアカーに乗せるよ。まずはメーターからだ。よいしょよいしょ。今度はパトカーくんを乗せるよ。よいしょよいしょ。お次は郵便車だ。消防車くんは上に乗せるよ。よし、これでみんな乗ったね。出発だ。よし、ここまで来ればもう大丈夫。ゴミ収集車くんたちも無事みたいだ。線路の先には何があるんだ。それー、あー、パーシー来ちゃダメだ。え、何、いやー、線路が途中で壊れてるんだ。急には止まれないよ。わあ、私は伝説の機関車だ。みんなありがとう。ヒロー、私は伝説の機関車だ。ありがとう。わあ、大変だ。線路の先で事故発生だ。なんだ、またまた事故発生か。急げ急げ。よし、僕も早く向かうぞ。それ。ひゃあ、今回もすごい事故だな。よし、このクレーンでトーマスたちを引き上げるぞ。よいしょよいしょ。よし、クレーンを下ろしていくぞ。よし、もうちょっとだ。よし、うまい具合にトーマスにクレーンを引っ掛けたぞ。うわー、ありがとう。よし、どんどん行くぞ。ヒロも助けるぞ。ありがとう。よし、みんな無事に引き上げたぞ。よし、壊れた線路は僕たちに任せて。工事現場で働く車たちが駆けつけたぞ。ショベルカーにダンプカーにロードローラーにたくさん来たぞ。よし、新しい橋にはこのブロックを使おう。ダンプトラックがブロックを運んできたよ。すごくたくさんあるぞ。力持ちだな。よし、一気に下ろすぞ。せーの、それ。よし、みんなで一気に組み立てろ。まずはこの土台の部分を組み立てたよ。前の橋よりもっともっと立派な橋にして壊れないようにするぞ。よし、どん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 ブロックを敷いていくぞ。その上にはプラレールのレールを敷いていくぞ。よし、とっても丈夫な橋ができてきたぞ。上の方ももっと頑丈にして仕上げていくよ。よいしょよいしょよいしょ。よし、完成だ。うわあ、すごく立派な橋ができたね。これなら僕たちも安心して渡れるよ。みんな喜んでくれてよかったな。トーマスもパーシーもライアンもちゃんと渡れているよ。わあ、どんどん重たくなってきたぞ。よし、もう一回だ。それー、いっぱいになったぞ。よし、じゃあ僕はこれを遠くに運びに行くよ。ダンプトラックもすごく力持ちだな。今度はバックで行くぞ。わあ、危ないぞ。うまく止まれるのか。任せておいて。ダンプトラックは運転もバッチリだ。よいしょっと。わあ、すごい砂だ。ダンプトラックもショベルカーもすごく力持ちなんだね。さて、次はどこの土を掘ろうかな。よし、この辺にしよう。行くぞ。よいしょっと。この辺はだいたい片付いたぞ。下に降りていこうっと。うわー、すごい坂だな。うわー、ショベルカー危ないぞ。うわー、いやー、びっくりしたな。ショベルカーは坂や泥の道をどんどん進んでいくな。すごいぞ。今度はダンプトラックが泥の中をバックで入っていくぞ。うまく入れるかな。いやー、ドロドロだ。わー、ダンプトラック危ないぞ。ワニがいるぞ。
へえ、ワニがいるなんて聞いてないよ。いやー、噛まれちゃった。ダンプトラック大ピンチだ。へえ、大丈夫かい。僕が助けに行くぞ。大きなクレーン車がやってきたぞ。うわー、猛スピードで駆けつけるぞ。すごいスピードでクレーン車駆けつけるぞ。早く早く、ファイヤー。よーし、ダンプトラックを引き上げるぞ。準備をしよう。アウトリガーを一つ一つ下ろしていくぞ。よし、こっちも下ろしていくぞ。よし、うわー、ダンプトラック大丈夫か。もうちょっと待っててくれ。よし、これで最後だ。急げ急げ。よし、 OK だ。今度はクレーンを上に上げるぞ。よし、ワイヤーを伸ばすぞ。よいしょよいしょよいしょ。よし、これをダンプトラックに引っ掛けるぞ。よし、うまく引っかかったみたいだ。ウインチを巻いていこう。よいしょよいしょ、すごく重たいぞ。よいしょよいしょ。よし、ダンプトラックが引き上がってきたぞ。もうちょっとだ。よし、ワニが離れたぞ。いやー、ありがとう。みんな、今日も見てくれてありがとう。楽しかったらまた次の動画も見てね。それじゃあまたね。バイバーイ。